冬晴れのグラウンドで始まったキャンプは3年ぶりにサポーターにも公開され、新加入の14人を含むトップチームの選手29人がパス回しやシュート練習など基礎的なメニューで汗を流しました。2019年の J3 降格以降、リーグ下位での低迷が続き、再起へのきっかけがつかめていない釜玉アレ。今シーズンから指揮を取る米山敦史監督にとっては、今回のキャンプはチームの弱点を洗い出し、立て直しを図る絶好の機会です。得点力っていうところに、課題もありますし、リーグ最多シュートを打ちたいっていう思いもありますので、じゃあどういうシュートを打つのかっていうのをみんなですり合わせながら、最初のシュート練習ですので、質は伴いませんでしたけれども、はい、必ずいい方向に向くんじゃないかなと思います。ディフェンスに関してはまだ多くのことをやってはいないんですけど、J3 で最少失点を目指すということで、機能美と監督は言いましたけど、しっかりとチームとして機能して失点をしないチームを目指していきたいと思います。釜玉アレのキャンプは今月23日までで、3月5日にホームで沼津との開幕戦に臨みます。